プラットホーム丹波竹田駅は、兵庫県丹波市一島町中竹田地中島にある、西日本旅客鉄道福知山線の駅である。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、列車交換が可能である。一番乗り場側の線路を上下本線とした一線スルーの配線となっているため、上下線とも基本的に一番乗り場を通り、二番乗り場は行き違いを行う列車のみが使用する。なお、 どちらのホームも両方向からの入線、発車が可能である。駅舎は北西の一番乗り場側に立地し、反対側の二番乗り場へは北端の古戦橋で連絡している。篠山口駅が管理する無人駅である。駅舎内には、かつて駅員が配置された頃に使われていた出札窓口や改札口がそのまま残っている。二番乗り場には待合室が設置されている。 駅舎内に男女別推薦トイレ及び多目的トイレが設置されている。2021年3月13日に高架などの交通系 IC カードに対応した一番ホームに 100km ポストが立っている。これは宝塚駅から新三田駅間の伏線電化による線路付け替え前の区間を経由していた頃のものである。兵庫県統計所によると 2016年度の1日平均乗車人員は156人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。北側は県道沿いを中心に住宅街が広がっているが、南側一帯は田園地帯が続いている。天空の城として有名になった国史跡、竹田城跡の最寄り駅は万端線の竹田駅であり、当駅ではない。 駅名が似ているため、たまに誤って、当駅で下車してしまう、観光客も見られる。なお、当駅の所在する丹波市一島町中竹田と、竹田城のある、長来市は大山町竹田は、同じ兵庫県内ではあるが離れた場所にあり、別の地域である。ありがとうございます。